お隣韓国さんの次期大統領候補がお互いに逮捕の可能性に言及し、醜い争いを繰り広げているようです。記事とネットの反応を見てみましょう。イ・ジェミョン知事、釜山貯蓄銀行のデジャンドン融資について、ユン前総長が捜査を故意に回避したのなら重犯罪、ユン・ソクヨル前総長、ペンヒョンドンの敷地用途変更の特権与え、イ候補の側近が数十億ウォン得た、常習的な背任。共に民主党のイ・ジェミョン大統領候補と国民の力の大統領候補の一人であるユン・ソクヨル前検察総長が互いについて逮捕の可能性に言及し、正面衝突した。イ・ジェミョン候補が釜山貯蓄銀行手抜き捜査を主張し、拘束されるのはユン・ソクヨル前検察総長だと声を上げると、ユン前総長はイ・ジェミョンファミリーの国民略奪を防ぐと述べて対抗した。イ候補は17日 Facebook に、釜山貯蓄銀行の不正融資についての捜査の主任検事として、明白な融資不正事件がなぜ捜査対象から除外されたのか、納得できる釈明を再度求めるとし、もし不正容疑があるにもかかわらず捜査を故意に避けたのなら、それは職務放棄の重犯罪だと主張した。同氏は前日にも、韓国土地住宅公社 LH の進めるデジャンドンの公共開発であるにもかかわらず、釜山貯蓄銀行グループが民間開発を行う複数の業者に、2009年11月から土地購入資金などとして1155億ウォン、約112億円もの金額を融資していたとし、単一事業に対する融資としてはとてつもなく巨額で、政府の公共開発方針にも反している上、危険な投機的融資だったにもかかわらず捜査から除外されたと主張している。当時最高検察庁中央捜査部の第二課長として捜査の主任検事を務めていたユン・ソクヨル前検察総長が見逃してやった捜査なのではないかということだ。またイ候補はやはり拘束されるべきなのは自分ではなくユン前総長のようだと述べている。先にユン前総長がイ候補について、有力な大統領候補が拘束されるという前代未聞の事態が起こるかもしれないと批判したことに対する反撃だ。イ候補はこの日、ユン前総長の釈明を重ねて要求しつつ、1億この目を見開いて見守る国民を恐れることが大統領としての資格の第一歩だと迫った。また公共開発を必死に阻止する国民の力の援助で、かろうじて開発利益を一部得た諸業者が生き残り、ユン候補の父親の家を買うのに使われたとも述べた。家天泰友の大株主であるキム・マンベ氏の姉がユン前総長の父親の家を購入したことを指したものだ。これに対しユン前総長は、イ候補の背任行為は常習的だとし、ソンナム市ペッキョンドンの擁壁マンションの用途変更の件とペッキョン遊園地敷地疑惑を正面から提起した。ペッキョンドンの擁壁マンションの件については、2015年にイ・ジェミョンソンナム市長、当時はペッキョンドンの旧韓国食品研究院の敷地について自然緑地地域を準住居地域へと4段階も情報変更したとし、用途変更がなされなかったために8回も入札が流れた土地だったにもかかわらず、施工会社にイ候補の仙台本部長だったキム・ボウ氏が入るや否や用途変更をしたと主張した。またイ候補の特権で施工業者は3142億ウォン、約304億円もの莫大な分譲利益を得た上、施工業者に入った彼の側近のキム・ボウ氏は施工業者に株式の 25% を要求し、訴訟の末に70億ウォン、約6億7700万円を得たとし、ユドンギュと家天泰友が結んだ関係と非常に似ている、明白な国民略奪行為とも述べた。ユン前総長はペンヒョン遊園地敷地疑惑についても、民間業者が競争入札ではなく随意契約によって30年間の長期賃貸契約を獲得したとし、この民間業者にもソンナム市の参加機関の役員だった人物が勤務していた。疑惑がある全ての事業にイ候補の側近が登場すると主張した。ユン前総長はこの日、国会疎通館で記者団に対し、イ候補の釜山貯蓄銀行手抜き捜査について
検察中央捜査部で、例えばサムスン裏金事件を扱ったのに、サムスンがどこかにロビー活動をしたことを見つけられなかったと問い詰めているのと同じ論理だとし、検察総長時代、デジャンドン事件を知っていながら自分を捜査しなかったというのと同じ話ではないか。コメディのような話だと一蹴した。それでは日本の反応です。競争相手と切磋琢磨ではなく、相手の足を引っ張り合うことしかできない方々、もはや国際社会で恥をさらしていることに気づいた方がいいとは思いますが、互いについて逮捕の可能性に言及し、正面衝突したって逮捕される報道が出るこのような方々が大統領候補というのもすごいね。私は他の候補者よりも比較的逮捕されにくい経歴を持っていることが自慢です、と PR してから出馬表明をするのもいいかもな。世界に稀に見る愉快な国ですね。どちらも逮捕される可能性がある五人が大統領になろうとするなんて。結局韓国という国は悪いことしないと偉くなれないし、偉くなれば悪いことをもっとする国だってことですね。歴代大統領もことごとく逮捕されてますし、ムンさんも自衛のためにいろいろと努力はしてますが、政権変われば結局逮捕でしょうね。普通は大統領になって青瓦台入りをしてから刑務所に行くのだが、今回は青瓦台経由しないで直行便になりますか。大変ですな。大統領になる前から逮捕されるかもの恐怖、大統領任期後に逮捕の恐怖、この恐怖があるのに大統領になりたい。大統領になって私利私欲に走ってもうまくやってバレなければいい、こんな考えの持ち主ばっかりなんだろうな。ということで韓国さんの真骨頂って感じでしたね。みんなコメントで言っていますが、こんな逮捕される可能性がある人物が大統領候補ってだけでもすごいのに、候補の2人が逮捕の可能性があるっていうのはもっとすごいですし、その逮捕の可能性のある2人がトップを争っているというのも韓国さんらしい感じですね。まあ韓国さんの国会議員はほとんどが犯罪歴があるとの話もあるので、そんな逮捕される可能性があるっていうだけで候補を降りていたら大統領になる人が誰もいなくなるっていうのもあるのかもしれませんね。まあムンさんもそうですが、大統領になった後に自分が逮捕されないようにいろいろ法改正をして自分を守ろうとしているので、この二人も自分が逮捕されないために大統領になろうとしているのかもしれませんね。それにしても韓国さんは政策さえ気に入れば多少の犯罪歴なんかは気にしないんですか。ということでご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。